いい音だ。腹の底まで響いてくるこのマシン。いい匂いだ。オイルの焦げる匂いには嫌な理屈の味がしねえ。こいつには 750cc に圧縮された青春の燃えて弾ける音がする。風に嗅がせてやりてえな、俺たちのこの焼けた匂いをさ。風だけが知ってる七班ライダー。ラジオ劇画傑作シリーズその7、少年チャンピオン連載、石井勇原作、七班ライダー。週刊少年チャンピオンでおなじみの秋田書店の提供でお送りします。あの全国的に有名ななんちゃっておじさんも読んでいる知性と教養の雑誌、週刊少年チャンピオン13号、ただいま好評発売中。日本中を沸かす野球漫画ドカベン、傷だらけの名君ナインにまたまた不気味な強敵が現れた。さあどうする山田。関東カラーで人気独占のマカロニほうれん草は、あの金堂ちゃんが醜く生きるより美しく死ぬことを選ぶなんちゃって、もう大変。これ一体どうなっちゃってるんでしょうか。委員長がバカウケの七班ライダーは、アンパンでも食ってりゃいいのに順平またまた片思い。これはもうかわいそうやらおかしいやら。200万部週刊誌、週刊少年チャンピオン13号、まだ買ってない人は本屋さんにゴー。第6話、地獄鳩場の天使たち。ゆこ、見ろよ、上等のスコッチ5本だぜ。ジャック、しけた気がすんなって。船から盗んだの？そうぜ。ゆこ、腹空いてんだろ。これ売っ払って今夜は豪勢にステーキだ。でもさ。しポリコーだ。俺はずらかるぜ。後で例のスタッフで落ち合うぜ。あばよ。ここは港横浜、カモメが飛んでいます。汽笛が鳴ります。外国人もいます。外国に行きたがっている美少女もいるのです。その名は陽子。ああ、港の陽子、横須賀横浜。安い帽子なんてどこにも売ってなかったじゃないか、ジュッペ。おかしいな。横浜行けばボブ・ディランが被ってたのや、チャールズ・ブロンソンが被ってたかっこいいのが安く買えるって聞いたんだぜ。ジャック、ちょっと、あ、I'm so sorry。お、ブロンドの可愛い子ちゃんじゃん。ソリソリ、ああいうオケ。おい、ジュンペ、下向いて歩いてちゃ危ないって言ってくれよ。え、ああいう危ない、よく見て歩けなんて笑っちゃって。ミーの英語が通じるんだぜ。 My name is ジュンペ、 He is ヒカル。あたしはヨーコ面白い人ね。なんだなんだ、日本語喋るんじゃん。いけな、せっかく英語でガールハントしようと思ったのにさ。おい、純平、行こうぜ。あ、ねえ、陽子ちゃん、東京来たらさ、ピットインっていうこのマッチの店へ寄ってや。いつもここにいるからさ、一緒に缶蹴りして遊ぼうぜ。缶蹴り？あ、陽子ちゃん見つけたっての知らないんけ。あー、缶蹴り、さあさあ、じゃあね。さよなら。バイ、またね。ジッペ、お前ガールハントするときに缶切り誘うの？いいじゃんか、金かかんなくて。ちぃ、お前そんなの女の子が喜ぶと思うかよ。いいじゃんかよ、どうせどう誘ったっておいらには誰にもついてこねえんだから。そりゃそうだな、短足の歯抜けじゃな。うるせっかな。おい、危ないよ。流動学園高校2年 A 組の野崎純平君、そして我らが七班ライダー早川光君、2人ともどこにでもいる当たり前の高校生。ただ光君は勉強より女の子、女の子よりマシンが好き。さて今日も学校が終わると七班飛ばして彼らのたまり場、喫茶店ピットインへ2人揃ってご到着。マスター、昨日浜行ってさ、すんごい可愛い子ちゃんとお友達になっちゃったんだぜな、ヒカル。へえ、お友達になったのあれで。
いいじゃんか。マッサ、その子髪はブロンド、お目目はブルー、色が白くて日本語喋っちゃうんだぜ。お名前は陽子ちゃん。え、どうしてマッサ知ってんだい。さっきからほら、お待ちかねだよ。こんにちは。わあ、ゆくちゃん、関係にしに来たんだね。ひかるくん、七班に乗せてくれる？関係には高速道路を思いっきり飛ばしてもらいたいのよ。関係はその後で関係。その後？ねえ、乗せて。俺は女の子は乗せないんだ。ハーフの子嫌い？そんなの関係ないよ。それに今日はクラスの委員長のノートを写さなきゃなんないんだ。ノート写す？まだそんなことやってんのね。おかしいけ？うん、懐かしいのよ。お待ちどうさま。今日はノート写させてやるんだから、二人におごってもらおうっと。マスター、コーヒー。はい。あら、ヒカルくんのお友達？おいらのガールフレンドで、ヨウコちゃん。あ、そう。じゃ、ヒカルくん、早速お勉強始めましょう。お勉強か。そうよ。男を挟んで女が二人、殺気がさっと走ります。片や港の美少女陽子横須賀横浜、片やミス流動学園の委員長。ピットインの雲行きは雨か嵐か雷か。ちっ、こんな陰気臭いところにいられっかい。ガキはしこしこお勉強でもしてないよ。私浜の潮風が待っててくれんのよ。光る、しみったれてんじゃん。陽子ちゃん、関係りなんてバカバカしくって。いやね、あんなグレたのとヒカルくん知り合い？ああ、驚いた。あれ？あの子ジャケット忘れてった。ヒカル、届けてやれよ。俺が？うん。あの子、お前たちと会うのを楽しみにしてたみたいだったよ。お前たちの明るい顔が見たいって。浜にはいい友達がいないんじゃないかな。ヒカルくんが陽子のとこなんか行ったら、マニキュア塗って、口紅塗って、私くれてやる。港町かもめ町、船が行きます、帰ります。早川光くん、七班飛ばして探しました。泣いてる女と怒った女を放っておいてはいけません。ああ、港の陽子横須賀横浜。嬉しいわ、ありがとう。いや、私羨ましかったのよ、あなたたちの学生生活。それでついあんなこと。陽子ちゃん、学校はちゃんと通ってれば今高3かな。うーん、高校に戻れよ。たくさん、ハーフハーフっていつも変な目で見られるのもたくさん。私の夢はジャックとアメリカに行くこと。アメリカ？親父が向こうにいる、はずなの。もう日本はうんざり。目に見えない差別でがんじがらめの日本より、差別のはっきりしてるアメリカの方がきっといいわ。でも高校くらい卒業してからでも。あなたもつまらないこと言うのね。あ、ジャック、ヨコ、ジャック、どうち踏んじゃったぜ。おお、お仲間か。なかなか白衣じゃねえか。どうしたの？このハーフの兄ちゃんがよ、仲間の車の窓をこじ上げてよ、コソ泥しやがったのよ。相手を間違えたぜ、兄ちゃん。競争赤軍の車を狙うとはよ。暴走族が。なに、この。現れました悪名高き競争赤軍。陽子ちゃんの二の腕掴んでよからぬ振る舞い。よしてよ。付き合いなよ、俺たちとよ。俺の女が欲しかったら七班で勝負つけてほしいね。おお、面白い。俺たちのルールでやるかい。どんな？この鳩はまっすぐ突っ走ると200メートルで海だ。目隠しをして早く鳩場の切れ目まで先に着いた方が勝ちっていうルールだ。やれるかい？よし、分かった。俺が勝ったら黙って手を引けよ。今まで勝ったやつはいねえぜ。
よし。お互いに目隠しをした2人のライダーが鳩場の先端めがけて突っ走る。だがそこは卑怯な競争赤軍のお兄さん、途中で目隠しをずり上げました。このバカ、本当に目隠しして走ってやがる。塩だ、塩の匂いで嗅ぎ分けるんだ。この野郎、こんなに飛ばして海へドボドで。畜生、こっちは見えるんだ。ギリギリまで突っ込んでやるか。ここだ、アクセルターン。おっ、野郎、わー、まやれー。早川光くんの芸術的ともいえるアクセルターン。釣られて走った競争赤軍の単車はさようなら海の中。陽子ちゃん、アメリカに行く前にジャックを連れてカンケリ市においてよ。カンケリには差別はないよ。あ、陽子ちゃん見つけたってね。何が受けてるって、今こんなに受けている漫画は見当たりません。ウケウケのバカウケ、マカロニほうれん草、宇宙人もびっくりゲラゲラ、あんまり面白いんで UFO に乗り遅れる者続出のスーパー激笑ギャグ、マカロニほうれん草。少年チャンピオンコミックスマカロニほうれん草 1,2 巻はただいま大人気発売中。そしてこちらまた面白さでは絶対負けないぞとばかり壮烈なマシンアクションで迫る七班ライダー。少年チャンピオンコミックス七班ライダーは1巻から10巻まで好評発売中。マカロニほうれん草と七班ライダー、さあ君もいい漫画をどんどん読んで頭を磨こう。一人ぼっちに青春はあるか。マシンの響きに心臓の鼓動を合わせて孤独のライダーは今日も走る。グループから離れて君は寂しくはないか、怖くはないか、涙はこぼれないのか。負けず嫌いで快活でいつも人懐っこく笑っているその強さと優しさは一体誰からの贈り物なんだ。ラジオ劇画傑作シリーズその7、少年チャンピオン連載、石井勇原作、七班ライダー。出演富山慶、浅上陽子、肝付兼太、真田常夫、尾形健一、水島優、杉山和子。脚色山本義弘、効果平田健吉、ナレーター林芳雄でした。週刊少年チャンピオンでおなじみの秋田書店の提供でお送りしました。